浜を飛ぶときは、この小さいやつで、あとはまあ帰りを取って、完了です。今日は虫が多いので、虫よけに火を焚いています。家の周りでは、ドクダミがすごい生えていて、鶏が食べるのかちょっと調べてみたら、好物ってなってたんで、一回本当に食べるのか、やってみたいと思います。ベトナムとかタイは、人間が食べるみたいな葉っぱを、うん、食べる気せえへんなけど、これ今味見してみて。でもなんかパクチー的な感じもある。ちょっとん硬い。でもんうわ酸っぱいのもあるし苦いのもあるん。ですねうわ酸っぱ、ちょっと酸味もある。うん、硬いな。なんて言ったらいいんやんな。口に入れた時に、うん、まず葉っぱがごわっと硬いで、噛むと初めは苦味がきて、でも香りがちょっとパクチーに似たところない。うん、そう言われた。んでさらに噛むと、うん、むっちゃ青い酸味がきて、うん、でもこのな好きかもしれない。味覚はちゃうやろ人間とな。硬いけどな。え？硬い。うん。まあ、硬いって言っても何て言ったらいいやろ、肉厚なやから硬いっていう感じじゃない？ニワトリの大好物やね、ほら、はい、他のニワトリは食べてるって、はい、あ、食べた。ネットで言ってたよ。あ、見した方がいいんかな、その記事を。動画とか見せたいんじゃない食べてるめっちゃ食べとったで、ニワトリが毒ダミ、はい、ココたちも好きやわ、はいはい、さあ食べた。食べてないよ。好きって言ってたよ。食べてみ。あ、食べた？食べた。ちょっとだけ、ちょっとだけ食べてみ。ちょっとだけ食べてみ。ちょっとだけ食べてみ。ほんまに食べへんよ。ほんま食べへんの珍しい。ちょっとだけほら、これだけ食べてみ。あ、食べた。食べた。食べた。どう？美味しいやろ？ちゃうちゃう、これちょっとだけ食べてみ。いで、ちょっとだけ食べてみ。あ、食べた食べた。食べあか、こんな食べへんの。これ食べよう。ちょっとこれあげて。あ、これ、これだ、はい、避けてるわ、やっぱほら、あ、避けてるわ。食べへん。硬いもんな、でもそんなこといかな。食べへん、避けてるほら。食べへんわ。あかんやん。ささ食べてんねんからな。そうやで。めっちゃ硬いよな。ドクダミせっかくこんな生えてきてんねんで、こっから。ほら、ここにいっぱい生えてんで、ドクダミ。好きって。好きってよ、これみんな。見向きにせんの？違う。わかんな。はい。はい、食べません。
はい。毒ダミだよ。ニワトリの大好物。はい。ほんま嫌いやな。うちのニワトリは食べません。残念。ケチらしい。ケチ。毒ダミケって。すごい意思表示。なんか時期もあるんかな、でも。ああ。硬いから。そうかも。ってことは、春の今度、毒ダミを、うん、食べてみような。好きかもしれんからな。うん、春のやつ食べてみような。あ、うん、いた、うん、それしたらあかんの。うん。つつかんとって。